丸の内で働くことになった。丸の内ってどんな感じかな。上司とか超かっこつけてそう。何でも聞いてね。はい、働かされるぞきっと。今日残業無理だよね。無理っすだよね。歓迎会してもらえば。じゃあ行こっか。歓迎会3人ですか。最近の若手飲まないんだよね。あれ呼ばれてないけど。呼んでません。この街と人はなんだか新しい匂いがした。